見るからにバカップル。はい、ワンピースオデッセイクリア後の世界をやっていきます。今ドレスローザに来てるんですけど、なぜドレスローザに来てるかっていうと、どうやらここにねポロロッカに関する隠しイベントがあるらしいんだよ。それちょっと見ていこうかなと思って、内容は全然知らないんでちょっとそっち見てみようと思います。ドレスローザはねサブイベントがめちゃくちゃあって、もうほらもうこの時点で2個あるでしょ。すごいんだよ。全くの手つかずでした。さあどうやらこの辺らしいんですけど、あったこれだね。これがそうみたいです。返しなさい、あれがないと娘は。銀髪の女性。知らねえよ、見逃してもらえるだけでもありがたく思うんだな。どういう関係があるんだろうこれ。それとも旦那の後でも追いたいのか。旦那。黙りなさい。ん、何、どうしたのかしら。なんだか穏やかじゃないですね。うん、殴った、やりやがった。何すんのよてめえ。なんだお前ら、俺に何か用か。こういうのは三時見過ごさないよね。どこかに行け。レディーに手を挙げるクソ野郎、ここから消えるのはてめえだ。なんだとこのチンピラが。お嫁ら、このバカどもを痛い目に遭わせてやれ。早いな話が。ポロロッカの奥さんと子供かな。準備できてるな。ハッキー。はい、弱い。俺は海賊王になる男だ。さあ退散しろ退散しろ。怪我はない？ありがとうございます。大丈夫、すぐに見つけるわ。もう少しの辛抱よ。何か事情がありそうね。みたいですね。助けていただいてありがとうございます。娘の方が顔でかい。私たちはこれで。さあ行くわよ。ちょっと待って、その子苦しそうよ。喘息持ち。ねえ少し休んでいけば。それパパの。ん、その水晶玉はなぜあなたがそれを。ええアディオ。これは私の。あなた方も一族の関係者なのですか。はぁ、私の名前はレビーナと申します。あ、ポロロッカね。夫の名はポロロッカ。ああ私たちはさまよえる一族、そして空の民でもあります。さまよえる一族だって。それじゃああんたたちはアディオンの仲間なのか。アディオン、兄を知ってるのですか。おお、兄だと。あんたあいつの兄弟なのか。マジ。何からお話しすればいいのか。でももしあなたたちが一族の関係者なら力を貸していただけませんか。もちろん、全然生き残ってるやん。何か訳ありのようですね。ポロロッカの奥さん、話がややこしいね。ディムと子供が喋ってた。その水晶玉はあなたの。これは私の大切な家族にもらったものよ。アディオね。私もパパからもらったの。あー、ポロロッカも結局のところ空の民だったのね。ワッフルドの民。俺は医者だ、見せてみろ。ありがとう。しゃべるタヌキさん。私レニー。俺はチョッパー、トナカイだ。タヌキじゃねえぞ。冷静に怒る。私はさまよえる一族の一人です。うん、政府のエージェントから逃れて
この国に隠れ住んでいたのですが、見つかってしまって。政府から逃げていた。他の連中も一緒にか。いえ、ここにいるのは私と娘だけです。他のみんながどうしているかわかりません。兄のことも。あ、リオ、いらんことしてたよ。それは。大丈夫か？この子は胸の病気を患っていて、特別なペンダントがないとこんな風になってしまう。へえ、そんな何そのペンダント。そのペンダントはどこにあるんだ？ペースメーカー。さっきの黒い服のやつら、政府のエージェントに奪われてしまって。取り戻してほしいものってのはそれか。でもよ、なんでそんなものを持っていくんだ？どこかの科学者が作った特殊なものだと。あらあら、そういうこと。でもこの子にとっては命綱、病気を抑える薬代わりの大切なもの。ワッフルト由来のものかな。なのに黒服たちは咳き込むこの子を突き飛ばし、ペンダントを奪って逃げていったんです。クズやな。パパがくれたペンダントなの。この水晶玉と一緒にずっと持ってなさいって。だから取り返したいの、絶対。任しとけよ。はあ、かっこいいな。患者の薬を取り返すぞ。有無を言わさず。待ってな、すぐに戻ってくる。動いてるね、こいつら。黒服から取り戻せばいいんだな。任せとけ。めっちゃビビってるやん。めっちゃびっくりしてめっちゃ嬉しがってるやん。手がかりは？あれ、歩いていたんじゃないの君？役人って言ってたな。あいつらいつも同じ黒服だ。見りゃわかる。町中の黒服を片っ端から調べていけばいつかは取り戻せるだろう。なるほど。結局無計画か。じゃあ探してきます。さあ、黒服いるけど、まあ違うな。ペンダントを返しやがれ。なんだお前たちは、海賊か？俺に手を出せば政府が黙ってないぞ。政府が黙ってないだって？そんなもん。俺の体は嫌だ。いや、待て、俺はペンダントなんて持ってねえ。違うか。お前らホロロッカのやつに雇われたのか？だったら切り立てするだけ無駄だぞ。あいつはもう処刑されたよ。うん、新聞に出てたろ、ホロルって役人が処刑されたと。みたいだね。なんだと？あれはホロロッカの野郎のことだ。もう報酬はもらえねえぜ。俺をぶっちめてもただ働きだ。そうかよ。でもな、金じゃねえんだ。どうやってポロロッカは政府の役人になったんだろう。そのさまよえる一族だったのに。なんかコネがあったのか、それともアディオたちを売るっていう大義名分というか、そういうのがあって役人になったのか、その辺がわかるのかな。いないな、こっち。めっちゃブス。めっちゃかわいい。さあ、新王の大地2段目、ここにいたこいつら、こいつらがどうもそうらしいです。逃げ出した人質をやっと捕まえたと思ったら、天夜叉の野郎が海軍に捕まっちまうとは。あいつとつながってた俺たちの上役もこれでおしまいだ。人質なんかに構ってる場合じゃねえよな。まずは金だ。
金が必要だ。金クソ野郎だな。かくまってくれる組織なんて吐いて捨てるほどある。今となっちゃお前たちの失態なんざもうどうでもいい。それよりいかつ他の連中はどうした。混乱に乗じて金目のものを奪ってくる手はずだったろ。海兵に捕まったが、この集合場所を忘れたか。腐敗しすぎや、や政府。まさかピーカのやつがここまでのことをするとはな。そこまでよ。あの子から奪ったペンダントを返してもらうわ。麦わらの一味、なんでてめえらがペンダントなんかを欲しがる。そいつが必要な病人がいるんだ。すぐに返せ。病人がいようが関係ねえだろ。海賊が人助けなんざしてんじゃねえよ。そ、じゃあ私たちは海賊らしく奪い取らせてもらうわ。いいね。みんな、いっぺんに行くぞ。やっほーす。ゴムゴムの手をバズーカ。俺は海賊よえよえよえ。所詮はただの役人や。俺たちはペンダントを持ってねえ。なんだと。ビーカのやつが暴れたせいでこの瓦礫のどこかに埋まっちまった。おーめんどくせえな。そんな話を信じるとでも。嘘じゃねえ。持たせてた部下ごと地割れに飲まれちまったんだ。マジか。そうじゃなきゃもうとっくにこんな場所から逃げ出してる。本当かどうか身ぐるみ剥いでみるか。はいじゃいはいじゃい。待て。破ったな今。ビリビリ言ったぞ。お逃げてった。破ってねえじゃん。本当に持ってねえようだな。困ったな。ペンダントがないとレニーの症状を抑えられねえ。うん。病気。アディオの家族。そうだよ、姪っ子だよ。こいつは空島を形作る島雲をさらに高圧縮した石だ。おお。この石が必要な女の子がいた。俺の家族さ、病気だったんだ。へえ。リム、どうしたの？何か分かった？思い出したの。ワフルドよ。ワフルドに石があるの。きっとレニーに必要な石よ。ほうほうほう。よくわかんねえけど、リムが知ってんならそいつを取りにワフルドに戻ろう。なるほど。さあワフルド戻ってきたんだけど、ワフルドの男？これ言うと、あ、禁忌の谷。おお、そこにペンダントの代わりになるものがあるのか。ええ、アディオが見つけたものがあるの。近畿の谷はここから南西の方角、南の森を抜けた先よ。聞いたことねえな。近畿の谷。さあ、近畿の谷初めて来たんですけど、ここでいいんですよね。ああ、イベントになった。この辺りよ。あ、なんかある。青いのがあった。これは昔の話か。喋った。こいつは。皮肉なもんだ。こいつがこの島にあるとはな。いや、元からここは空島の一部。それも道理か。うん。その石がどうかしたの？こいつは空島を形作る島雲をさらに高圧縮した石だ。俺のじいさんの話では空島で流行った病気の治療に使われていたそうだ。ああ、そうなんだ。石が薬に？
アディオはそれを探していたの？こいつが必要な女の子がいた。俺の家族さ、病気だったんだ。じゃあその子がここに来たら渡せばいいじゃない。そうだな。まあ一応全員生き残ってるから来ていいんじゃない。お前を見てると思い出す。そんな顔で俺を見ていたあいつ。アディオ？探し物ってやつは必要がなくなってから見つかりやがる。必要がなくなったの。やはりこの世の断りってやつは。持っていかなくていいの？なあ、置いていこう。誰も取りやしねえ。誰も来れねえしな。確かにこの辺りのはず。下落ちてたよ。置いておこうとアディオが言ったから、なくならないように私が埋めておいたの。はあ、そこまでしたの。さあ、下に行くにはどうすればいいの？スターかなんかある？さ、ありましたよ。これね。なんでブルック？よほほ、石ですね。あ、これは力が入りません。よほ。おお、回路石みたいなこと？回路石みたいなもんか。以前空島で小西ちゃんたちから聞いたな。空島の大地、島雲には回路石の成分が含まれている。そうだね、だからルフィたちは力が出なかったもんね。これはそれを固めたもんなのか？高圧縮で固められたものだとアディオは言っていたわ。理屈はどうでもいいが、こいつであの子の症状は和らぐんだな。絶対とは言えないけど、多分そうだと思う。なぜそれが効果あるんだろう。ペンダントに仕立てられないかしら。よほほ、確かにそのまま身につけるのはちょっと味気ないですからね。ただの石なのかな。見せてなら俺に任せてくれ。ペンダントに仕立ててやる。じゃあ頼りになる。そのペンダントにスーパーな細工を入れるとするか。何する気？元気になった。とにかくもう一度メモリアに行きましょう。オッケー。ほら、え、なんだこの巨像は。風を出すでかい像だ。あー、風の巨像。どうして？砂人の遺構で倒したはずよ。おお、こんなんだったっけ。それは古い巨像。あなたたちが知ってる巨像より危ないわ。おお、そうなんだ。デザイン違う気がするんだけど、こんなもんだったっけ。その巨像は初期に作られた巨像たちの中の一体。おう、暴走しがちで安定しないから使用を停止した巨像なの。へえ。言うことを聞かない暴れ者ってわけね。よし、じゃあぶっ飛ばそう。飛んだジャジャウマちゃんだぜ。よし、みんな準備できてるな。よし、とりあえず殴る。あ、余裕そう。おーい、倒した。俺は海賊。大したことね、全然倒したことね。10ベリーしかもらえんかったけど。やっぱりすごいわね。さあ、今度こそあの子のところに行きましょう。行きましょう。リムちゃん、転送してくれてもいいよ。あいつはお前といい友達になれたかもしれねえな。端々でアディオのことを思い出すのね、あなた。大丈夫大丈夫、帰ってくるから。知ってるから。行くぞリム。さあ転送しちゃってよ、もうドレスローザに。なんだったらあの子たちの前に。してくれない。さあドレスローザ戻ってきて、親子の元に来ました。
おい、持ってきたぞ。ちょっと娘の方が顔でかいよ。怖いじゃん、こう見ると。こう見るとやっぱアディオに髪似てるね。レニー、これは。レニーはちょっと色違うね。ポロロッカと混ざってんのかな。よかった。顔色が良くなってる。呼吸も正常だ。なんでそれが効くんだろうね。よかった。その回廊石に似た効果だから。理屈は分からないのだけど、そう空島由来の成分を圧縮したその石が空島にルーツを持つ彼女の体に何らかの影響を及ぼしているのかもしれないわね。なるほど。いや、全然説明になってないけど。なんとお礼を言っていいか。いいよ、気にすんな。でもよ、なんであんなところにいたんだ。私たち一族は長い長い旅をしていました。言われのない迫害に根付く土地も持てないまま、でも一族の結束は強く、私たちは皆本当の家族のように暮らしてきました。一族だけが私たちのすべてでした。あの子が生まれた時、夫も兄も祖父も本当に喜んでくれました。でもあの子の病気が分かり、手立てがないと分かった時は目の前が真っ暗になりました、ある日夫は私たちを船から降ろしました。そのまま夫について行った先に政府の役人と名乗る男が待っていました。何が起こったのか理解できませんでした。私たちはずっと政府と海軍に追われ逃げていたのですから、そこで夫は娘にペンダントを渡しました。一族の証である水晶玉と共に、そして私たちは政府の施設に幽閉されたのです。はい。え、あなた14歳なの？マジ？ママが言うには病気のせいだって。その仕草とかはね、14歳だったら14歳なりのことができるんじゃないですか。私なんて214歳よ。そうなんですよ。何それ。いや、マジなんだよ。じゃあ大体14歳ぐらいってことね。ペンダントは服の下に隠してなさいよ。結局あんまりプロロッカのこと分かんなかったな。あの子に会えてよかった。どういうこと。あの日別れてから夫には会っていません。時折手紙が届くだけ。あ、そうなんだ。ある日届いた夫の手紙には、あの日船にいた一族全員の名前が書かれていました。兄の名も刻み込むように大事に書かれた名前が並ぶ最後に、ただ一言震える字で、すまんと書かれていました。はいはいはい。人は娘の、私たちのために心を切り裂かれる思いで一族を裏切ったのだと。なるほどね。家族のために仲間たちを売ったってことか。それなら人質である私たちがいなくなれば夫は自由になれる。今ならまだ間に合うのではと考えました。そんな時、そうか、幸運にも私たちの脱出を手引きしてくださる方が現れ、いくつかの島を経由してここまで逃げてくることができたのです。誰が手引きしたの。夫がどんな罪を犯したのかは分かりません。みんなに何があったのかも。今頃兄は、みんなは、そう思いながら日々を過ごしてきました。でもあの子が持っていた水晶玉、あれは一族のもの。どこかで誰かが生きている証拠。そう思うと少しだけ救われた気がしました。そう、一族のことを誰よりも思い、
一族のために生きていたようなあの人が全てを捨ててあの子を私たちを守ろうとしたこと、それは事実だと思います。ならば私はどんなことをしても娘を守って生きていきます。いつかどこかで再び会える日を信じながら。ワッフルド来たら、あの人いつかアディオに会えるかな。そうね、会えると思うわ。本当のドレスローザできっと待ってるはずよ。あ、そっか。レニーもアディオと一緒にワッフルドに戻ってくるといいな。そうですね、そうなるといいですね。あ、そうだった、これメモリアじゃん記憶の世界だわそうだったね、なんかその設定忘れてた一族の首位賞を入手した。誰からもらったの。はーい、というわけで、まあポロロッカについての隠しイベントらしいんだけど終わりました。娘たちを守るためにまあアディオたちを撃ったで、ポロロッカとアディオっていうのはまあ家族なんだね、兄弟だったんだね、義理ので、まあポロロッカも一族だったと。へえ。まあちなみにさ、リムは214歳って言ってたけどさ、まあ一族なわけじゃん、コピーでは。あれ、実際の赤目のリムは本物としているわけだからさ、そうなるとリムは長老中の長老だよね。200歳ってワンピースの世界でも巨人族ぐらいしか200歳とかならないでしょう。だからまあ長老中の長老だろうね。もしああいう一族の生き残りっていうのが他にも生きてて、まあワッフルドに集まるってなったら、まあそりゃリムが町長になるのは当たり前だよねって改めて思ったわ。はい、じゃあ今日はここまでにしとこうかな。まだ他にもイベントとかあんのかな、ちょっとそういうの探してみてまた動画にしようかな。結構面白いわそういうの探すのも。もうなんかクリアした後だから肩の荷も下りたというか、あとはこの世界の設定についていろいろ知りたいっていう思いだけだからね。じゃあまた動画あげると思います。それじゃあ、あらした。